そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、はい、百を切りたいさんからです。ありがとうございます。やめろ、その言い方。いや、でもね、本当にね、おもろいなと思ったのが、うん、もう100切りたくて、もうローマ字ですからね。びっくりマーク3つあるからね。すごいね。うん、もう、ウォーやん。100ウォー。まあでもそうやね。下を書いて、ウォー、ウォーか。100ウォー切りたい。はい。いいですね。もうなんか、めちゃくちゃ切りたいんでしょうね。うん。いや、もうその気持ちわかる。もう、うん、切ってるやん、よう言うわ。あ、だから、あ、切りたかった時苦しんだもん。うん、4年ぐらい苦しんだ。あ、本当、うん、今やもう80代やもんね。うん、まだプロやけんな、弓プロやけん。何の、で開けますよ。はい、はい、はい。今回のご質問は、単刀直入に質問します、はいはい、ぶっちゃけ100を切るためにはどういったクラブを買ったらいいですか、うんうん、またコースでのマネジメントも教えていただけたら嬉しいです。100を切りたくて切りたくて震えるエブリデイです。よろしくお願いいたしますとのことです。もう本当切りたいんでしょうね、うん、もうネタもいまいち切れてないもんな。その切りたくて切りたくて震えるエブリデイって、書いてもらって申し訳ないけど、あんまり面白くない。そんなこと言わんよ。いや、もう切りたすぎて、多分そのなんていうかな、ギャグのセンスも悪くなった。なんでそんなこと言う。かわいいがエブリデイ。いや、でも100も切りたいは面白いけどね、うん、もう震える毎日なんでしょうね。震える毎日ね、はい、うん、はい、あ、じゃあね、まあ私100切りたいっていうお客さん、まあ結構多いじゃないですか、まあ、当たり前ですけどね、多いと、いつも言ってるのが、基本的にフィッティングにおいてクラブの話ですけど、うん、ドライバーとアイアンの間に信頼できるクラブを1本入れましょうっていうんですよ、うん、どういうことかっていうと、100切りを目指すゴルファーで、多いのがキャディバッグの中に飾りのクラブがたくさん入ってる人多いんですよね、うんうん、飾りってどういうことか、例えば、まあ、3番ウッドスプーンですね、うんうん、スプーンとか内も線3番とか4番アイアンっていうのがなんとなくかっこいいから入れてるというだけで、まあ、ね、実際出番がかなり少ないクラブたちを持ってるやつ人が結構多いんですよね、うんうん、で、まあ、こういった難しいクラブっていうのもこうキャディーバッグに入っていたらこう無駄にコースで試したくなるんですよね。うん、でもう、ちょいい距離残った、これちょうどぴったり、これ内緒したら乗るやんみたいなところで打って、まあ、絶対ろくな結果になるんですね。だから大抵の場合はその良い結果にならないどころか大叩きのことなんですね、うんうん、そのせいでもうトラブってもう悪循環ですね。だからまず僕は100を切るためにはクラブは10本から12本程度のセッティングでいいと思ってます、うん、はい、アイアンの一番上の番手、まあ、一番長い番手っていうのがその5番アイアンになるのか6番アイアンにするかは、まあ、個々のゴルファーに任すんですけど、ドライバーと例えば5番アイアンやとすればこの間に1本だけ信頼できるクラブがおれば基本的に100は切ります、うんうん、だからなんていうか、例えばそれが5番ウッドなのかユーティリティなのかすらも分からない、その人によりますけど、とにかく信頼できる1本がおればもうそれで十分です、うん、クラブがなかったらなかったら逆に無理をしないは、まあ、絶対無理はできないですし、そもそもなんていうか、クラブがなかったらピンからの逆算とかをせないかんですね、うんうん、でそうなってくるとゴルフ脳が身につくんです。だからそうなってくると100を切った後もどんどん成長するんですよ、うん、やっぱりゴルフ脳が、まあ、これあんまり言いたいかなんですけど、やっぱ無茶する人は100は切れないです、うんうん、そのレベル、自分の、まあ、レベルを知るっても大事なんですけど、とりあえず無理せずに、じゃあ今自分が持ってるクラブセッティングの中でとりあえずこれ打って次もこれ打てるなみたいな、かったらグリーンまでの距離がで残ちょうどぴったりになるなとかって計算的、それ通りにいくかどうか抜きにしても、うんうん、そういう頭の中で計算するだけでもゴルフの方が身につきますし、それによってその無理者仙骨で100切れる、100切った後も早いんですよね、うんうんうん、だから僕は100切るまでにまずゴルフ脳を鍛えてもらって無理しないことってを大事にしてほしい。ただだからとにかく100を切るのは無理をしない考え方、そしてクラブは無理をできないセッティングすればいいと思うんですよ、うんうんうん、ただここポイントなのとは、今度じゃあ90を切るとなると多少無理をしないといけないとか出てくるんですよね、うんうん、だからこれは守る人と攻める人、だから100を切ってきた時に今度80台も出るけど100以上も打つっていう人に分かれるか、ずっと90台の人に分かれる、要は100切った後に80台が出んともう毎回アベレージ90しか出ない人と、逆に80台と大叩き100以上打つっていう人に分かれるね。でもやっぱり
80代を出すためには多少ギャンブル性も必要になってくるんですよ ね, なるほどね。だからそういう時はやっぱりさっきドライバーと5番アイアンの間に1本って言ったのを今度もう1本増やすとかっていう風にしていかないかんので、やっぱりその100を切るまでは絶対無理せんセッティングをしてもらいたいんですけど、90を切るってなったら今まで狙わんかったとこを狙わんといかん時も出てくるんですよね、うんうん、それがもちろん今度85まして70代とかになってきたらもう絶対今まで狙わんかったとこを狙っていかないかんくなる。だからその100を切るまではもう一回言います、とにかく無理をしないゴルフをしてほしい。でも90をそれ切った後90を切ろうって時は今度ちょっと今まで自分が無理せんかったとこも届くとこは狙わないかん時とかっても出てくるので、それはまた一つ自分がランクアップしたと思ってちょっと狙っていかないかん時もある。その時にクラ、うん、必要なクラブを買い足さないといけないと思うんで、うんうん、まあとにかくまず100を切りたいさんはとにかく100を切りたいさんはとにかく無理しないことですね、はい、大体こういう方は無理してる可能性が高い。そしてあのクラブセットの中にちょっと無謀なクラブが入ってるパターンが多いかなと、うん、思いますね、うん、私はあれだよ、たけちゃんのところでパターフィッティングにて100切れたよ。おお、それはもうゆみちゃんお父ちゃんショットが出来上がっとったよね。そう、出来上がってはないけどパターが壊滅的だった。40パットぐらいしてたから。女の人多いね、なんかそのショットはまあまあやけど、うん、パターが本当なんかでもなんかね、そうそう、うん、ショットは、まあ、あんまり飛ばないから、ま、少々右左ってもうコースの中残ってるの。そう、これがでも今のゆみちゃんだから女性の方が100キロも速いおるんですよね、それは OB がないから。だから結局、うんうん、まあ、女性の場合は飛ばないからっていうもちろん前提もあるんだけど、うんうん、無理してないというか無理できんの、うん、飛ばんから、うんうん、でも男性は飛んでしまうからやっぱり 無理、そうだね、無理してしまうっていうのもあるんで、うんうん、無理しないことで100切るっていうのは今のまあゆみちゃんの結果論としては女性は無理できないんですよね、うんうん、でそれもあって、まあ、ゆみちゃんはそれで、まあ、自分が、であとやっぱりゆみちゃん賢いのは自分がパターが苦手っていうのを認識しとったってことですね、うん、だからまずそう、マネジメントの中で自分がまずどこが苦手なんやろうっていうのをまず知ることは大事かもしれない、うんうん、いつも僕は、フィッティングしてくれた人にいつも言う、100切るためには OB は4発まで、うんうん、パーオン率 25% パー率 25% っていうのはだいたい4ホールから5ホールはパーオンしないといけません、うんうん、でアプローチそこそこでパット数はスコアの4割40パットを切れば100切れますっていう話をするんですね、うんうん、だからその中で自分がじゃあどこが弱いんだろうって考えた時に自分の弱いとこっていうのを気づけたらそこ練習すればいいし、そこに対してゆみちゃんのようにギアを合わせていけばいい、うんうん、だからそういうのをまず結構だから100キルって頭使った方がいいかもしれないね。あとなんか3ホール3ホールで切って、うんうん、ここまででは何オーバーしてもいいよみたいなのでやると9で計算すると結構しんどくなるから、3のまではダボ2個であのボギー1個で OK と か, なんかそんな感じでやったりとか。そうなんですよ、それすごいね、あの、うん、僕 30代出すときはそうやってするね、うん、3ホールでどっか1つはボギーって言って考えた、うん、3つ分けたら3ホール中1つボギーでそれが3ついけば39で回れるっていう考え方はしてたけど、100でもそこ考えよったんや。やっぱり大きくすると計算がちょっと分からなくなるから、まあ確かにね、はい、そういった感じでちょっとね目標をちっちゃくしていってっていうのも、うん、クラブ設定以外にもいい戦略があるかもしれないですし、そうですね、はい、たけちゃんの答えをまとめるとドライバーとアイアンの間に、まあ、1つこれはっていうの1本あればもう十分、私だったら5番とかユーティリティの6番入れるな、うん、そうですね、だから その辺を自分それも結局どれが自分に合うかって分かるかっていうのも大事ですよね、はい、そのあたりをぜひあの参考にしていただけると嬉しいです、はい、それでは100を切りたいさんご参考になりましたでしょうか。それではサンデータケちゃんゆみちゃん、また来週バイバイ。次回質問増えるとか90を切りたいってことですね頑張ってチャンネル登録高評価でタケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。